紫輝くん、キムタクコへ。新時代のスターが描く多様性と魅力。最近、注目を集めている一人のアーティスト、紫輝くん。彼のスター性と多様性に焦点を当て、これまでにない新しい視点から彼の魅力を解き明かしてみましょう。紫輝くんの魅力は、単なる美しさだけに止まりません。彼は多様性と才能を兼ね備え、ますます広がるコミュニティに新しい視点をもたらしています。 キムタクが人気絶頂の頃、確かに美しさやカリスマ性が注目されましたが、紫輝くんはそれだけではありません。彼のまばゆいビジュアルに加えて、周囲への感謝の気持ちや強い信念、そして心の綺麗さが彼を際立たせています。もともと彼は目立たない存在でしたが、その存在感は一気に躍進し、今では彼の美しさだけでなく、その内面にも多くのファンが引き込まれています。 かつてのキムタクと比較されることもありますが、紫輝くんは断然好感度が高いと感じます。美しさだけでなく、感謝の心や強い信念、周囲を巻き込む誠実さも彼の魅力の一部です。時折、人気絶頂だった頃のキムタクとの比較がなされます。確かにビジュアルやカリスマ性、人気はあったが、紫輝くんはそれだけではないと感じます。彼の持つ感謝の気持ちや強い信念、決断力、 そして心の綺麗さが周囲を引き寄せ、応援したくなる要素となっています。生き方においても、彼はキムタクとは異なり、謙虚さと配慮、そして優しさを備えているように思います。紫輝くんの台頭に関しては、かつてのジャニ事務所が輸材を見逃した可能性も指摘されています。彼だけでなく、ジングジくんやキシくんといった才能、あるアーティストたちの活躍が期待されています。 ジャニ事務所のまかげた判断が今となっては惜しまれますが、これからの展開がますます楽しみです。一方で、昔のキムタクには批判的な意見も存在しました。彼の話し方や格好つけ方に反感を抱く人も多かったようです。紫輝くんはその点でも異なり、自分だけでなく周囲のメンバーとの調和を大切にしている印象があります。その姿勢が勾配層を老若男女問わず広く引きつけているのでしょう。 紫輝くんだけでなく、神宮寺くんや岸くんなど、今後の活躍が楽しみな逸材たちが次々と登場しています。ジャニー事務所の新しい才能が花開く中、過去のジャニーズに対する評価も見直されるかもしれませんね。新生紫輝くんの登場により、芸能界には新しい風が吹いています。彼の多様性、豊かな個性、そしてコミュニティに対する独自のアプローチは、 私たちに新しい視点を提供し、エンターテインメントの領域を広げています。これからも彼の輝きを追いかけ、新たな感動を共有していきましょう。最後に、紫輝くんの魅力は単なる外見だけでなく、内面に秘められた多様性と共感の力にあると言えるでしょう。彼のキャリアがこれからもさらに輝いていくことを期待しています。あなたは紫輝くんのファンですか彼に魅了される要素は何でしょうか ぜひ、お気軽にシェアしてください。